一番印象に残ってる試合ありますか？やっぱり優勝した試合ですね、サイスターの。あれは痺れましたね。あの大谷選手にとって柏レイソルってどんな存在ですか？家みたいな、うん、存在ですし、うん、あとは柏レイソルに育ててもらって、うん、地元にずっといて、うん、それに対する恩返しっていうところをやりたいなっていうふうに思ってます。で、あの2017シーズンに、まあ、クラブ史上初の J1 通算300試合達成されて、はい、いつ頃から、まあ、考えてたのか、もう自然とそうなったのか分かんないですけど、柏レイソルで現役を終えようとかっていうのは考えてたりしたんですか？いつ頃とか覚えてないですけど、ただまあレイソルに育ててもらって、うん、一番最初に本当にレイソルのユニフォームを着た時のこともすごく覚えてて、うん、一番近くで憧れがあったクラブでもあったので、うん、このチームで必要とされてる以上はこのチームのために戦おうとは思ってましたね。なんか他からのオファーってあったりしたんですか？いや、なんかそういうのは聞いたこともなかったですね。まあ、後々なんかこう監督やってた人から、うん、あの時欲しかったけど、うん、どうせレイソルから出ないと思ったから、うん、っていうのは何人かの人に言ってもらったりしましたけど、うん、自分の中では必要とされてる以上は、うん、他のチームがどうこうっていうのは考えたことはなかったですね。いいですね、レイソルとの関係が深くて素敵な話だな。あの引退した決めて、まあ、決意したタイミングっていうのはいつでした？実際に決断したのは、うん、本当最後1ヶ月ぐらいのとこでしたけど、うん、去年の6月の末にこう足首手術して、もともとその数年前からずっと痛くて、うん、厳しいなっていうところで手術決断したんですけど、ただそれも長くやるために決断をしたんですけど、うん、自分が思っているよりもいい回復に向かわなかったのがまず、うん、一番大きな決断した理由ではありますし、うん、まあ、あとはネルシーニョ監督含めて強化の方とも話す中で、うん、もう僕の中でこう引き際というか、うん、ある程度こう基準があって、うん、自分が求めるプレーが自分の中でできなくなってるっていうところ、うんうんうん、今でもボールを持ってるだけだったら、うん、自分が主導権握って、うん、プレーはできると思ってるんですけど、うん、やっぱりボランチでポジション、うん、攻守にハードワークして、はい、チームをつないで戦わなきゃいけない、うん、そこに関してはやっぱり自分も厳しいなっていうのも感じたので、最終的にはまあ引退するっていう決断はしました、ね。あの23歳から37歳まで14年間キャプテン務めましたけど、はい、その年齢によってキャプテンのマネジメントの仕方とか、はい、どういうふうに変わっていきました？やっぱり最初は本当に意識して全員と話そうとか、うん、コミュニケーションを取ろうと、うん、見よう見ようとしてたんですよ、うん、いろんなものを、うん、だけどやっぱり長くやらせてもらえるようになって、うん、見ようとしなくてもそれが無意識にこう目に入ってくる、話をするこうタイミングだったり、うん、選手への伝え方だったりっていうのは、うん、人によって変えれるようになっていったのはやっぱ長くやったからだなと思いましたね。あとはやっぱりまあケイトさんも分かってますけど、年齢が上になってくると新しく入ってくる選手たちの年齢差がはいはい、なんか僕もこう入団した時とか、うん、一回り上の人とかと話すのすごくこう緊張もしますし、うんうん、だから新しく18歳17歳とか18歳で入ってくる選手が、うん、たまにこうフローで2人になっちゃったりするんですよそういう時はやっぱり僕から話さないとなとか、ただでも話すると、うん、あみんな結構話すんだなとか、うん、なんか2人で話すと意外な一面があったり、うん、なんかそういうのに面白さも感じたりはしましたね。柏レイソルトップチームに入って20年間、ユースまで含めると26年間ですかね、はい、そんな中 J1 で385試合、はい、J2 で94試合、はい、カップ戦含めると573試合、はい、一番印象に残ってる試合ありますか？やっぱり優勝した試合ですね、サイスターの2011年の、はい、最終節、はい、私たちが何もできなかった、あれは痺れましたね。うん、なんかその前の試合とかからつながるなんかストーリーがすごくこう、2試合前に清水とアウェーでやって、うん、
同点に追いついて逆転まで持ってって終わったんですけど、うん、その後ロッカーで監督が、うん、あと2試合で、うん、勝ち点4取れば俺らは優勝だっつって、うん、なんかそれがすごく頭に残ってて、うん、次の試合ホームでセレッソとやってたんですけど、うん、やっぱりホームで決めたい、うん、サポーターもそれ望んでる、うん、で先制されたけど後半追いついて、うん、イケイケの時に、うん、後ろの選手たちは前の選手にはやらして、うん、俺らはもうリスク管理徹底しようって、イケイケになって負けたらもう多分終わり、うん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 、4取れないですからね、はい、なんかそれはすごくなんかレッズ戦までのつながるストーリーもすごく印象に残ってて、監督もそのレッズの週の最初に舞台は整ったって、うん、だからすごく試合が緊張感がとかってより待ち遠しかったっすね、やっぱ残留争いのプレッシャーをすごく感じた中でプレーも数多くしてきたので、上位で注目してもらえるっていうのはすごくやっぱありがたいな、ここはすごく印象に残ってますね。いろいろな外国人選手と一緒にプレーしましたよね、はい、レアンドロ・ドミンゲス、ジョージ・ワグネル、クリスティアーノ、はい、あとオルンガ、はい、まあ、フランサもそうですね、誰が一番印象的でした？インパクトはやっぱオルンガありましたけど、うん、実際やってやっぱすごいなって思ったのはフランサですね。彼のことはチャンピオンズリーグ出てたのも知ってましたし、うん、レアルとの試合で2点取って、うん、まあ、その時のレアルってもう銀河系スター軍団って言われたところのチームから取って日本に来て、うん、たまにやるスモールゲームの5対5とかで、うん、まあ、2分とかやるじゃないですか、うん、その2分間なんかスイッチ入れたかのような、うん、もう一人でサッカーやる時がたまにあるんですよ。その時にやっぱレベル違うなって思う、まあ、あとスパイク破けてたりするんで俺はこれがいいんだっつって、うん、前パカッて開いてるんですよ、うん、で靴下見えてるんですけど、うん、それで普通に試合練習やったり、なんかもうこの域まで行くと関係ないんだな道具じゃないんですね。やっぱあそこまで行く選手はちょっとなんか変わってるか、でも本当にその数分間見せる彼のトップパフォーマンスの時は、うん、もう日本でも誰も手がつけらんないなっていう感じの、うん、プレーを見せるんで、うん、すごくやっぱ印象に残ってますね。あの自分も、まあ、裏は一筋でプレーしたんですけど、はい、大谷さんも長く一筋でプレーされて、はい、一つのチームでこう現役を終えることの、まあ、メリットとデメリットを客観的に今見て何か感じることあります？他のクラブを知らないので、うん、そのクラブがどうやって成り立ってるのか、うん、他のクラブの雰囲気だったり、うん、選手のこう取り組む姿勢だったり、うん、そういうものを知らないっていうのはこの先の人生の中では、うんうん、狭い世界のことしか知らないっていうのは、うんうん、まあ、デメリットだなとは思いますし、うん、まあ、メリットというのか分かんないですけど、うんうん、まあ、一つのクラブでできることって本当に限られた選手で、はい、自分がやりたいと思っても、うん、チームとそのタイミングが合わなかったり、うん、いろんなまあ契約事がある中で叶わない選手っていうのも数多くやっぱいたと思うんですよね、うんうん、それができたっていうことはまず本当にありがたいことで、うん、本当にサポーターの人がすごくそういうのを喜んでくれる、うん、だからなんかメリットというか自分にとっては嬉しいなって思うことですね、うん、あんまりなんかメリットって言われると難しいですよね、うん、ちょっと、まあ、感謝っていう思いが大きいですよね。あの大谷選手にとって柏レイソルってどんな存在ですか？実家よりも長くいるね。よくありきたりな言葉で言えば本当にもう家みたいな存在ですし、うん、本当に母親の食事よりも、うん、まあ、ピアノっていう食堂があるんですけど、はい、食堂の方が作ってくれたご飯の方がおそらくもう多く食べたんじゃないかぐらい。お袋の味がピアノ。はい、それぐらいやっぱ長くいた場所なので本当に家みたいな感じですね。まあ、26年間柏レイソルにずっと在籍されて、はい、家族家というような存在だと思うんですけれども、まあ、ここからサッカーの現役生活からですね離れて何をするんでしょうか。そして今後の目標っていうのを最後お聞かせいただいていいですか？まずはこう、まあ、柏レイソルに残って指導者の方をやる予定で、うん、自分が
こうライセンスを今取り行ったりこう、まあ、現役の中でしてた中で向いてるのかが分からない部分もあるじゃないですか、うん、やってみないと、うん、なので本当に自分が向いてるのかただこう若い選手を伸ばすいい選手にするうまくしてあげる、うん、その手伝いをするっていうのは本当に最後35超えてからぐらいは、うん、なんかそういうのも楽しいなって練習やりながら思ってもいたので、うん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 、一つはこうまず指導者として上を目指したいなっていう、うん、あとは柏レイソルに育ててもらって、うん、地元にずっといて、うん、サッカー界にこういろんなものをこうもたらしてもらったのでそれに対する恩返しっていうところを、うんやりたいなっていうのを思ってます。いやーでもなんかねあそこで指揮を取ってる大谷さんを見たいなって思いますけど。そうですねまあ本当に多くの人にそうやって言ってもらうんですけど、うんまあ、分からない。向いてるかどうか分かんないという話ですよ。はい、あ。最後にですねこの動画を見ているサポーターの皆さん多くは柏レイソルファンの方かもしれませんけれども、はい、26年を振り返って最後メッセージをいただけますか。本当に26年応援してもらってありがとうございました。いい時も悪い時も本当に支えてくれたのは、レイソルを愛するサポーターの人たちだったので、本当に感謝でいっぱいです、この先もレイソルに関わりながら、まあ、サッカー界含めて恩返ししたいと思っているので、まあ、選手時代同様と贅沢は言わないですから少しでもご気にかけて応援してもらえたらなと思いますということで、今回は長い時間でしたけれども大谷さんのサッカー人生を振り返らせていただきました本当にありがとうございました。あの改めてご自身のキャリア振り返ってみてどうでした。新鮮でしたね、うん、こんなになんか遡って考えたり話すことってやっぱなかったので、うん、長くサッカーやってきたなっていうのすごく思いましたし長いね26年ですからね。ああ黄色いユニフォームを着てそうっすよ出たかったんですよこれにも。あ本当ですか。ああこれ本当余談なんですけど、はいまあ、ケイタさんから YouTube 出てくれないかなっていう話もらったじゃないですか、はい、メールで、はい、その本当30分ぐらい前に武藤と話しててたまたま、はいはい、いや俺引退したしなんかあのケイタさんのとか出たいんだよねみたいな、うん、言ってたんですよ、うん、そしたらその30分ぐらい食事取ってたら、うん、ケイタさんが来て、うん、すぐ武藤に言いに行っちゃいましたいやなんかそのニュース見てあ引退するんだって思ってあこれは絶対に柏レイソルファンの人に届けなきゃと。いやありがたいです鈴木啓太チャンネルを通じて他でもいっぱい取材は受けてるでしょうけど本当にでもなんか同じチームでずっとやってる人って勝手に親近感ちょっとありますよね、うん、きっとだからさっき一クラブ一つのクラブでやってる、はいまあ、いいところ悪いところ、はいみたいなのも言わせてしまいましたけど、はい、それ以上でもなければそれ以下でもないじゃんみたいな、はい、それしか出てこないよねっていう感じじゃないです か、 そうす、ねはい、だからメリットなんてないわけですよもう感謝しかないわけですよ、はい、その一つのクラブでできるっていうね、はい、この幸せな。でも違うね世界戦を見てみたかったっていうファンもねいたりもするので、はい、なるほどなと思ったりもしますけど。でも26年はすごい。そのおかげで呼んでもらえたので本当に良かったいやいやいやということで本当に楽しい時間そして学びの時間となりました。ありがとうございました。ありがとうございました。さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでした。いやー一筋でさやってる選手の言葉って重みあるなと思ってて自分は16年でしょクラブでね浦レッズっていうクラブで16年、まあ長い方だなって思うんだけどジュニアユース入れて26年だよ。やっぱ一つのクラブでずっといるってことは、やっぱそのクラブの酸いも甘いも知ってるし、良かった時期、悪かった時期を経て、そして、ね、最後、自分がお世話になったクラブで引退するって決断をするときにね、多分今日はそこまでね、真の方まで話がね、できない部分もあるとは思うんですけど、なんか言葉尻の中にこういろんなものを感じさせてもらえたというか、本当に愛に溢れてるというかね、遺跡考えたことなかったって、俺遺跡考えたことあったからね。うん。なんかそれは、あ、一つのクラブでプレーしてても、やっぱ違うんだなっていう。きっと柏レイソル
というクラブは、まあ、大谷さんのことを貴重な今後の戦力として考えてるんじゃないかなと思いますけどね。目指したら柏レイソル50年みたいな金属50年いや可能性は十分にあるよね。社長やってるかもしれないしね。いや面白い、うん、めちゃくちゃ面白かったです、はいはい、僕もすごく楽しかったです、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。